10月24日木曜日、えー、木曜日失礼しました時刻は午後3時半を回りました FM93、FM AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎ですパソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかですそして毎週木曜日は 日本放送の飯田浩二です。辛藤次郎さん、どこまでですどうしました？どうしました？バタついてるんですよ飯田さんが落ち着いてください。準備が足りない。準備が足らない。上の上にいろんなもの並べたりなんかしてそう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 。あの原稿が試験間近の受験生みたいな。大体こういうパターンはうまくいかないパターンです。そううまくいかないですね。しっかりやっぱり準備しないと。そうですよ。ちゃんと。はい。 すいません。よろしいですか。大丈夫です。バチコイ。ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで。元号いらないでしょ。ひだこん。え、一応ほらね。大丈夫。大丈夫。何何選び出してたの。なんかね選別してますよね原稿大丈夫大丈夫大丈夫。えあのほら勝手に打ち合わせ前の原稿と打ち合わせの後差し替えた原稿が混在してたんで、今今これで。 大そうなんです、はい。はい いいですか。進め、はい、どうぞ。はい、<laughs> はい。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。そして今日はですね、はい、この後と4時45分からショーアップナイタースペシャルラジオ独占2024プロ野球ドラフト会議を放送いたしますんでこの番組は4時45分までのまあ短縮バージョンの中身濃縮で。は,はい。 はい楽しみだなぁエガスグルはどう作るかな, <laughs> な,な,な <laughs> 随分昔の話になってきましたね <laughs> あそうですか <laughs> 空白の一日 <laughs> だいぶ昔ですね <laughs> <笑><笑>70年代の終わりぐらいになって <laughs>、はい、何の話ドラフト会議で短縮放送 ああ余計なこと言ってる場じゃないんだよいやそうですよさっきか直近のナイツさんの番組聞くともなく聞いてたらいやそうじゃなくて一生懸命聞いていたらナイツさんがおっしゃるにはこの後濃縮バージョンでお届けしますって言ってたからほら濃縮バージョンですよ濃縮バージョンでお届けしなくちゃいけないのにいきなりオープニングで飯田くんがバタついてるしすごい薄い放送になっちゃってますよねこっからですよここからわかりましたそれでははいためになる情報はい。 定点観測、うん、定点観測築地四丁目<う>、えー、実はですね私、はい、今日いつもより二時間ほど早く入ってるんです、まあ、早くからいらしてますね、はい、なぜ二時間ほど早く入ったかというとですね、うんはい、ちょっと事情がございまして、うん、私が住んでいる集合住宅が本日電気設備のて、えー、点検のために朝から停電朝から停電、えー、全館停電家にいても、はい 何もできない停電になるとですねいいいろろ気がたんですよあのねトイレの水流すのに電気いるなんか考えたことないじゃないですかところが最近の全自動のやつで例えば立ち上がった瞬間に自動で流れるやつあるじゃないですかあれスムーズのセンサーで水流すタイミングをねあれあの。 よく見たら、やっぱり確かに、コンセント刺さってんですよ。はいうん、あ、これ水流すのに、電気がいるんだと思った時に。ちょっとぞぞっとしたのは。はい、災害。はい。 災害時に電気がなくなると水だけあってもトイレ流れない可能性があるとで私はね水に関して言うと災害備蓄1995年の阪神・淡路大震災を経験してますから、はい、使い終わった2リットルのペットボトルに水を大量にもう,もうこれ以上は無理っていうところの限界値までためてますから私。で水は相当あるんですが だけど電気がなくなるとこれ水流れるんだろうかと思って試したことがあるんですが、うん、やっぱりね電気なないいとうまく流れないんです<ー>で,で今年私は、はいえー、9月1日前後にこの日本放送のラジオリビングで防災グッズとして蓄電池そ、はい、うですねお求めになってますね。今年蓄電池を まあご紹介して小さいやつと大きいやつと基本的にはまあまあ商品紹介するときにこれはまあ,あの携帯電話あのまあ充電とかいざというときにこれあると便利ですよってであれをこう見てそれでトイレの使用書を首っで読んだら意外なことに気がついたんですね。どうししまた びっくりするぐらい、瞬間消費電力が大きいんです。うん、あ、そうな。なぜかというと、温水、便座を温めるのはそんなでもないんですけど、<ー>瞬間的に。 その洗浄水を温めるので瞬間湯沸かし器みたいな構造のものもあるわけですあなるほどだからそんなずっとの長い時間じゃないんだけど一瞬すごい電力を使ってでその最大私の使ってるやつは最大消費電力がドライヤーぐらいあそんなに まあ日本放送のラジオリビングの強力蓄電池とはいえですねそこまでの大電流にはまあそういうだけの大電流に応じた何十万円もする蓄電池は売ってます、うん、ありますありますけれどもまあ数万円でお譲りすることになったこの間のこの日本放送で紹介したやつはそんなに。 ドライヤーが使えるほどのエアコン使えるほどの電力にはならないわけですよ。そううい想定してなそれでいろいろ考えてですねだけどそういう機能を全部オフにしたらいけるんじゃないかと思ってその手のやつを設定全部オフにして水流すきっかけ作りみたいなものだけそういうものだけ生かすようにしてあの「日本放送」で買った蓄電池をつないで試してみたところ。 流れましたかおかげさまで、えー、おかげさまでだからラジオリビングで今年買ったあの小さな蓄電池で万一、えー、の時にはスマホの充電ができるし、うん、トイレも流れるということを、うん、実証実験もいたしましたんで、うんたえー、ちょっと安心なんですがだけど今日みたいなタイミングでいや 家が停電になるからといってその蓄電池を引っ張ってくるよりももうその時間を下げて家を出た方がいいだろうということで早めにスタンバイをしたのでいつも通過する時とは違う景色が目に飛び込んできたので定点観測。 午前10時30分、築地4丁目、はい、日本人、外国人比率、うん、結果、はい、今日の午前10時30分、新大橋通りと晴海通りの交差点の築地4丁目の南西角で信号待ちをしていた、うんえー、人々の、はいえー、私の推定日本人比率。うん 1 1> 1その1%は私だけずっと100人まで数え上げて、はい、それで日本人っぽい顔してる人のところでずっと寄っていってん、うん、どんな話してんのかなと耳をそば立てたらて、はいはい、あ中国語だこれはああその中国の方が私中国分からないので台湾から来た方なのか、うん、それとも本土から来た方なのかわからないですけども、うん、まあ今多くは多分台湾の方多いんじゃないかと思いますけどねそれにしても。 午前10時半築地4丁目日本人比率1%えら<ー>いことになってますよこの国は<ー>というのを思いながら銀座4丁目まで歩いてきて銀座4丁目の定点観測<ー>いつもより時やっぱり2時間ぐらい入って午前11時ぐらいの築地4丁目日本人比率。はい まあ銀座4丁目になると日本人比率はそれなりに高くなりますがやっぱ午前10時半ぐらいに歩いてる人ってほとんどが観光客ですから圧倒<ー>的に外国人比率多い,です、ね、<ー>いやまあ急激になんか風景が変わりつつあるなというのをねこの晴海通り歩いてると実感するんですがそれにしても。うん ラジオリビングの蓄電池は役に立ちました。よかったですよ。いざという時のために、まあ普段からこうやってほら使う練習しておくと。いざという時にね、簡単にこうね、使えますんでね。慣れておくのいいですよねしかし、いくら電気設備の点検だったって、全検全館停電にしなくてもいいんじゃないか。誰に文句言ってんの、俺って話ですよね。そのおかげで違う景色が見られました。で、いつもと生活パターン変えるとね、面白いですよ。ルーティンで。 毎日同じ時間に同じところを通過してっていう生活をしてて、うん、その時に見えてる光景はもしかするとちょっと時間をずらすと違うかもしれないですうそうですねごく一部なのかもしれないだ,だから生活習慣ちょっと変えるだけでリズム変えるだけで違った光景が目に入りますからう、はい、そういうのもまあ 季節の変わり目にねいろんなことでストレスたまってきてあ<ー>あ退屈してきたなとかなんか新しい光景見たいなと思う時にはちょっと時間を変えるだけでいいですねどっか出かけなくても、うん、あそうすお金かかんないですから、うん、そうですね気分も変わるしね。 いいこと言いましたね今日のオープニングう<へー> <laughs> そうですか <laughs> なんかまるでいいこと言っちゃったような気がしますねまさに濃縮バージョン濃縮バー場所じゃないですか他にもネタ場いろいろあるんですけど喋、はい、ろうと思ったらですね<っ> あ、ダメだ今度の日曜日投開票日だから政治向き選挙向きの話はできないなと思ったらほとんど話せないということに気がついてですねしょうがない来週いますかと取っといてくださいね、来週楽しみにしております来週になると忘れちゃうんだけどねメモってくださいメモるそういう習慣はないな さあ <laughs> 全部そこまで言うかこの後は最新の株と為替の情報をお伝えしますそして昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台はアメリカのブリンケン国務長官がイスラエルでネタニヤフ首相と会談というニュースにズームします 番組では、今日も、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoomzoom アットマーク一、二、四、二。com。 感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もエンディングで曲をお送りするズームをミュージックリクエストをお送りするんですが、今日はあのなんせ短縮バージョンなので濃縮バージョンなので4時45分に番組終了いたしますので、うん、4時前ぐらいまでに送ってほしいんです、ね、あと15分ぐらい。そうなんです。あの4時に選曲したいと思って。 おりますので、それまでに送ってくださいということで、リクエストのお題をお願いいたします。停電の時に聞きたい曲<う>ああ。停電の時に聞きたい曲。選曲の理由も書いてね、ズームアットマーク一二四二ドットコム。思いついたら、すぐ送ってください。お待ちしております。でも昔に比べると停電減りましたよ。そうですね。私たち子供の頃。もう結構 結構頻繁に停電ありましたけど今でもまあ外国行くとね当たり前のように停電しますからね日本はやっぱ停電少ないですよ現代は。 ね、あそうそう。それから今週はですね、大事なことですこれ。辛坊さんの最新刊。この国は歪んだニュースにあふれている3。さ政治と金の間に潜むものをサイン入りで毎日五人の方にプレゼントしています。今日がねラストチャンスになります。すはい、<laughs> 今日外れた人は必ず買ってくださいね。<laughs> お願いします。でさらに今日はですね区、はい、別に飯田浩ーアナウンサーの新刊、はい、分かりやすさを疑えもサイン入りで五人の方に特別にプレゼントいたします。すぜひご ご希望の方はお名前、住所、連絡先をお書きの上懸命にね辛坊さんの本もしくは飯田さんの本どちらかなんですこれ <laughs> この本を今日、受け付けてだいあの毎回申し上げてますがこの番組のメールその他に関して私は直接見ておりません間に構成作家の方が集まって,て入ってくるんですがだから構成作家の方がですねえあのお伝えしておきます。 え私の本が何人で飯田君の本が何人という情報はいいですから。いいらないです。いりません。はいいりません。はい。大丈夫です。はい。それわざわざあの耳元で言いに来なくて大丈夫です。大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。どちらか一方と書いて。これさ誰も幸せにならないから。そうですか。じゃ私にだけこっそり教えてください。さ宛先はズームアットマーク一二四二ドットコムまでです。さらに今週は日本ホ 放送から日頃の感謝を込めまして、千葉の新米ふ房子金のプレゼントも行っています。この後ね応募方法など伝えてまいります。では、続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の上原です。東京株式市場。 日経平均株価は昨日と比べて38円43銭高い38,143円29銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて1.39ポイント低い2635.57ポイントで取引を終えています円相場は現在1ドル152円20銭付近で取引されています東京市場の円相場は 加藤財務大臣による円安建制発言やアメリカの長期金利が低下したことを背景に152円台で詐欺しぶる展開となっています前日に153円台へ下落するなど1ヶ月間で10円程度円安が進行していますそのため海外市場でも本邦政府関係者による円安建制発言が入る可能性があるため注意しましょう なおニューヨーク市場ではアメリカの新規失業権申請件数が発表されます今後の利下げペースをめぐり労働市場の動向に関心が寄せられる中で結果が注目されています以上株と為替の情報をお伝えしましたはいありがとうございました上原さんそれにしても短期間に本当に円安に触れましたよね、はい、そうですね先月は139円台だったのが今も152円台とものすごい円安ですねはい、はいえー、なるほど ええー、まあこれからどうなるのかみたいな答えにくい質問はやめときます。はい、<laughs> 上原さんが逆に答えちゃうと影響大きすぎますからね。そんなことだと思 <laughs>、はい、いますけどはい。はい、ええー、ありがとうございました。はいありがとうございました。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。 まずは、昨日かから今日日にかけてのニュューースを紹介すす。るズームフラッシュです日銀の上田総裁は、訪問先のワシントンで開かれた IMF ・国際通貨基金のイベントで講演を行い、2%の物価安定目標を持続的に達成するには、なお時間がかかると語りました。 また最近のアメリカの雇用情勢をめぐる方向感がつかみにくいと指摘した上でアメリカ経済の行方を注視する考えも示しましたイラン政府が隣国のアゼルバイジャン政府に対してイスラエルの反撃を支援しないように求めたことがわかりましたアゼルバイジャンはイスラエルと戦略的な関係を深めており支援した場合には直ちに攻撃すると警告しました ルフィと名乗る指示役らによる広域強盗のうち、1都3県の合わせて6つの事件に関与したとして、強盗致死罪などに問われた実行役の永田陸人被告の裁判員裁判の公判がきょう、東京地裁立川支部であり、検察側は無期懲役を求刑しました。判決は11月7日の予定です。 アメリカの航空機大手、ボーイングの労働組合は23日、会社側が提案した4年間で35%の賃上げを含む新たな労働協約案の受け入れを拒否しました。月月から1ヶ月以上続続くストライキは継続されます。 不正に入手した他人のクレジットカード情報などを使って、JR 東海の予約サイトで新幹線のチケットおよそ70万円分を発券したとして、中国籍とベトナム国籍の容疑者2人が逮捕されました。JR 東海では新幹線の予約サイトからの不正な発見が今年の1月から10月でおよそ8億7千万円に上っています。 東京メトロは、昨日東京証券取引所のプライム市場に上場し、国と東京都が保有する株式のうち、合わせて50%を売却しました。国の収入は東日本大震災の復興財源に充てられます。 一方で国と東京都は2030年代半ばの開業を目指す有楽町線と南北線の延伸をスムーズに進めるため当面株を持ち続けます。うん。やっぱりてっちゃんはえ<い>えー、東京メトロの株とか買うのおどうなんですかね。お金があればね <laughs> って思うんですけれども <laughs> れ私なんかは。あれええ <え>いやいやさすがにそんなにねそんなに余剰資金があるわけじゃありませんからね5,000億円ぐらい買ってたりな、うんかするいや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 そんなわけないじゃないですか <laughs> 時価総額でも一応円ですよこれさ<て>東京メトロ <laughs> その一つ前のニュースですがはい、はい、最近この東海に限らず JR のチケットを人のクレジットカードで買うっていう,こ,うこれはまあある意味 犯罪としてて流行ってるいやーなんかここのところ結構聞きますよね私もあのとね新幹線のチケットじゃないんですけど「福岡のホテルを予約されてますか?」なんていうのが来てですね「えー、いや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 その日はあの野球のコーチしてたんで全然泊まれません」みたいな感じで<え>クレジットカード不正利用されて、えー、でそれで泊まってであの番号も新しくしてっていうのがねえそれはあ,あ<の>抜かれたかは覚えがあるかんない わかんないやほんとねだからこまめに明細とかいろんなものチェックしていそそういう犯罪が相次いでるせいでこの番組でもぼやきましたけれども正規に使える私が正規で買い物をしてるのにクレジットカードが落ちないといやいやまだ使用残高残ってるはずなのにでクレジットカード会社に連絡をしたら 整理用が多いですすからねじゃあちちょょっっっとと緩めておきま待支払い限度額っていうか使用限度額ぐらいまでは使えるようにしといてもらわないと、うん、でも私がこれ使ってるうちのメインの1枚は使うたんびに、はいえー、電話で送ってくるっていうか s n ショートメールで送ってくる、はい、番号を入力しないと決済できないと。えーえー これ困るんでまあそういうセキュリティになってますからね本当にさて交通関係の話題でいうとその一つ前がボーイングはいボーイングの労働組合もめてますねもめてますもめてるんでボーイング今生産が止まってるってはいでむっちゃ儲かってないっていうかですね世界最大の旅客機作ってる会社だったはずなのに今もエアバスにひっくり返されちゃってそうですね あエアバスみたいな感じだったのが今えエアバスの方が、うん、世界困るのがもうあのもう作ってるのがエアバスとボーイングしかないですからうんうそ世界中の航空会社がいや新しい路線開設しようと思うんで発注してんだけど8年待ちですみたいな。ちょちょ<う>ちょっと待って<う> <laughs> 今我々が 車買いに行って三年待ちって言われるような、はい、同じような我々は車待ってりゃいいけども航空会社にしてみたら新路線開設しなきゃいけないのに飛行機手に入らないって言うんで大混乱に今なってます受注算が5000機を超えたそうです<う>5000機って何年かかんだよそれ10年ぐらいだとえー全部フラッシュでした 10月24日木曜日時刻は午後4時3分を回っています東京予約庁日本放送第3スタジオから辛坊二郎と増山さやかと飯田浩二の3人でお送りしておりますまあ今日はですねこのあと4時45分から「ショーアップナイタースペシャルラジオ独占2024プロ野球ドラフト会」に放送いたしますんでこの番組4時45分までの短縮、の込み中身濃縮バージョンでお送りしておりますので。 エンディングでお送りするズームオムミュージックリクエストの選曲、ここでお送りしちゃいます。<ー>今日のお題は。ここ停電の時に聞きたい曲、辛坊さんのね、お宅今日停電でした。うん、まず千葉県流山市の横口さん、四十四歳男性の方。横口。横口。横口さん。

高 <laughs> い歌でね。なるほどいやも小学校の時みんな歌ってた。あそうですか。と、はい、<laughs> いうことで石田ゆ美さんのブルーライト横浜でお願いします。本田さんの本も気になるけど辛坊さんの本が欲しいです。<ー>ね、ありがとうございます。恐縮です。はい。で神奈川県横浜市浜の浜松町さん。浜の浜松町。二十九歳男性の方、えー。こんばんは。こんばんは。 お題停電の時に聴きたい曲ですが、停電になるとお部屋が暗いということで、オフィシャルヒゲダンディズムさんの「暗いベイビー」でお願いします。暗い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 。神奈川県横浜市のゆうママさん、四十三歳女性はですね、いつも楽しく聞いています。辛坊さんの本は買うので帰ったら、オーディオの時計がリセットされて、あー。 絶対そうだよねあれ停電,停電だとそうです、ね、タイマー全部リセットになてますね入れ直さなくちゃく今新しいやつはもう自動であの時間拾ってくれるやつありますけどね<ー> iPhone とかアップル製品なんかそうですけどあ,<ー>あだめだうちのオーディオあの時間入れ直さなきゃいけないんだけどそもそもどうやって入れるか分かんなくなってるわえっ、ー、ってうかもうカタログないんじゃないかなあれ困った なんかネットでカタログとがたまにねどうぞ先行ってください行きたいんです思いついたこと何でもかんでも時は選ばずしゃべんないでくださいよいいですかてか本当に停電ってさ困るよね困りだってタイマー付きの電気化製品なんか山ほどあるんでしょ今あれ元の電気切れ でだから中にバッテリーで時間だけを記憶しているようなものがあれはいいんですけどバックアップがついてりゃいいけど<ー>そうでなかったらもうコンセント抜けた瞬間にタイマー切れちゃうねあれ、うん、あの炊飯器とかも切ってます。 冷蔵庫。全然進んでないですから。言っきますまだ二曲しか行ってないからね。神奈川県横浜市のゆうままさん、四十三歳女性の方。お待たせしました。はい、いいね。辛抱さんの方は買うので、飯田さんの方をお願いします。停電した、飯田さんの本だって、買ってプレゼントしてるんですからね同じことです。恐縮です。ありがとうございます。それはだいぶ恐縮ですね。本当にすみません。停電したら、夜空が綺麗に見えますよね。リクエストスマップ。 で夜空の向こう、ラジオネームペーパータイガーさん68歳千葉市の方はですね、街の明かりが消えた街の明かりチラチラということで、坂井正明さん街の明かり、町の明かりあれ坂井正明さんか、そう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 たんですよ。荒川区の塩風ジェさん、今コートで町の明かりちょっとなんか違う歌手の方いらっしゃってなかった、ちょっと違うか、ちょっとあの。 上田まさきあ違うな。なまあまあちょっとじゃ調べておいてください。あらかく潮風ボズさんはですね、やっぱり電気が必要ですよね。電気グルーブシャングリラをリクエストします。いいですね。電気からね、はい。ありがとうございます<ー>。奈良県の道路は鹿が最優先さんはですね。おお停電の時に必要なのはやっぱりまずは光だと思うので、うん、宇多田ひかるさんの光をリクエストします。<ー>さ。 いい宇多田ヒカルさんに光って曲があるんだ。ね。うん、ねええー、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト。はい石田亜美、ブルーライト横浜。おお。 ねあの歌謡歌を歌われる方もご一緒にね聞いていただければと思います。今日は四時四十分ぐらいのね。森トンカツ、水味ニンニメールをご紹介していいですか。小学生。お楽しみのところ申し訳ないですけど。定額での学級みたいな。本当ですよもう。学級のね。本当だね。小学校の先生大変。はい死語しない死語しない。これは大変ですよほら静かにしてください。 <laughs> いいですか。だめだこれ。<laughs> 今日は濃厚バージョンじゃなかった、ね。<laughs> 本当ですよ。ヒロウ君がお話止まりません。<laughs> はい、そこの工事うるさいですよ。<laughs> はい、五十歳男性の早とっとさんです。ありがとうございます。 毎朝アメリカの駐在の地から通勤の車の中でポッドキャストを通して楽しく拝聴させていただいます、ね、また妻も毎日拝聴させてもらっておりますので夕飯の時の話題はこの番組になっています恐縮です、ね。いつもトピックスをありがとうございます さて今週のお米一トンプレゼントは。とんでもないって人の番組にとんでもないって言うな。<laughs> いやいやいや表の内容だったらとんでもないでしょう。別に別だ。<laughs> ボリトンカツですよ。本当に,本当にそうだね。<laughs> 仕方がない。<laughs> いやもうえ。やもうえ。もう <laughs> 俺も肩も担いでっけど。<laughs> 本当ですよ。 今週のお米1トンプレゼントが行われると聞いてやっと日本もお米騒動が落ち着いたのかなと思いましたそうです、ね、スーパー米は並んでますね<で>並んでよかったですねとそのおかげなのでしょうか、うん、先日スーパーの価格が大幅にダウンなんと、えー、22ドル引きの23.99ドルこれ6.8キロででそうですでうししキロ23.99ドル今ざっと頭の中で計算して、はい、日本より若干安い。 安いですね<ー>これなら<ー>ほぼ、ね、同じか若干安いぐらいですね、だから22ドル引きなんで、これ22ドル高かったら日本よりはるかに高いですし、うんすね、この26.8キロ、23.99ドルだと若干、見やすいかな、まあ、ほとんど同じかなぐらいな水準ですが、アメリカのインフレも落ち着いてきたなっていう感じですね,<ー>ね結構、ディスカウントショップが人気みたいな、ね、ニュースがありますらね。うん まあ、アメリカでもお米の需要と供給のバランスが取れてきたんだとほっとしております日本放送さんもそうですがアメリカ国内のスーパーも生活応援を行ってくれておりますことをお伝えしたくメール書きましたとあこの時代にアメリカで暮らすのはなかなかアメリカの企業でアメリカの,リカの給料をもらっていは別ですけどねうん、うん、だ日本から行っている駐在員の皆さんとかんです、ね、北朝鮮の外交官も大変らしいです。何<ー>の話だよ <laughs> 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 さあ、番組では、今日は、ね、短い時間になりますが、ラジオの前のあなたからのご意見は、24時間をお待ちしております。うん、今週は、辛坊さんの最新刊。この国は歪んだニュースにあふれているさん。それから、さらに、飯田浩二アナウンサーのわかりやすさを疑い、はい、それぞれ5人にプレゼントいたします。ご希望の方は、お名前、住所、連絡先を書いて、ズームアットマーク。一二四二。ドットコムでお待ちしております。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。アメリカのブリンケン国務長官がイスラエルでネタニヤフ首相と会談。 アメリカのブリンケン国務長官は22日イスラエルでネタニヤフ首相と会談しましたブリンケン国務長官は先週イスラエル軍が殺害したイスラム組織ハマスの最高指導者シンワル氏に言及しシンワル氏が死亡したことを今後に生かす必要性があると強調停滞中のハマスとの停戦交渉を再び前進させるための努力を求めました去年の10月7日の月日、はい まあ、ハマスによる越境攻撃で、ええ、千数百人の方が亡くなって百数百人の方が、まあ、拉致、人質に取られて、はいえー、残ってるのが100人だけどもう半分ぐらいの方亡くなってるんじゃないの説があってよくわからないんですが、まあ、人質取られた状況の中で、ええ、イスラエルの側は人質取られてる状況で停戦なんかできねえよっていうで、うん、ハマスは えー、ガザに侵攻してるのを引き上げてくれないと人質の解放はできないって、うん、まあ両方そういうせめぎ合いをしてるんですがただここへ来てだんだんちょっと難しくなりつつあるなっていうのは停戦、はいえー、するためには交渉が必要なわけですが、うん、交渉するためには交渉相手がいるわけですよ。うん、で諸説あるんですが あの太平洋戦争末期に日本大空襲されましたそれはまあ東京大空襲もありましたし大阪大空襲もありましたし神戸大空襲もありましたまあ京都に関しては空襲なかったのはおそらく文化財を残したかったという説がこれはまあそれなりに有効まあ濃厚なんですがまあ原爆は広島と長崎に落とされたまあこの原爆はあの天候を見ながらっていうことで最終的には天候も 大きく配慮されて広島長崎だったんじゃないのって説があるんですがんで東京じゃなかったのかっていうことに関して言うとやっぱね戦争指導者の人たちを壊滅させちゃうと交渉相手がいなくなると停戦しようがなくなっちゃうっていうことが現実にあるわけですよ。<ー>でイスラエルに関して言うとこのハマスはほぼ指導部壊滅状態なんだけど、ね、指導部壊滅状態だと。 最終的に停戦の決断を下せるだけの人物が残ってるのか問題っていうのがあるんですね。うんはい、で一説によると今回、まあ、あのイスラエル側の言い方だとしとめたシンワルっていうのの弟がいるんじゃないのって、まあ、だけどハマスとしては今指導部がここに移りましたって言われるとそこをターゲットにされるので、はい、指導部に関して言うと公表していない。 説があるんだけど本当にそうなのかつまり組織として意思決定できる状況で人質解放して停戦に持ち込むみたいなっ相当でかい決断なんだけどそんなでかい決断をできる人間が残ってんのかって話がちょっと分かんないで今回このシンワルという人物に関して言うと去年の10月7日の意思決定をした時のまあ指導者。その時のの時指導者のまあい 行政部門の指導者と軍事部門の指導者と両方いて、はいはい、行政部門の指導者ハニヤっていう人物は、はいはい、この,のイランで新しい大統領の就任式に出ようと思って行ってたら、はい、イラン国内で仕留められた、はい、で今回このとにかくこの1年の侵攻の中でイスラエルは去年の10月7日を仕掛けたこのシンワルだけは絶対に許さないからどうやっても見つけ出すということで。 まあガザの侵攻を重ねてきたんだけどもとにかく居所が分かんなかった、はい、だけど、まあ、いろいろ諜報組織を使うとガザにいるのは間違いないガザから出てはいないんだけどどこにいるかが分かんないとでこの辺りがですね今年の9月になって困り果てたイスラエルはどういう手を使ったかというととにかく家族も含めて、えー、とにかく名乗り出てくれたら家族も含めて安全に国外に出すから。 名乗り出てくれってだけどそれ応じるはずがないのはだってハニヤっていう行政部門の最高指導者は一番イスラエルが手が出しにくいだろうというイランの中枢部にいてピンポイントで殺されてるわけだから、うん、とにかく家族も含めて無事に出しますって言ってでその国外に移送された時にまあ一番教わりにくそうな まあイランが多分一番襲われにくそうなそこに行ったとしても将来にわたって安全である保証はどこにもないわけでとにかく本人がどこにいて居場所がどこなんだということを1年間必死になって,てだけど分かんないからっていってあぶり出そうとしたけども、まあ、当然ハマスはそれを拒否する形で,、うん、で最後これ情報機関の情報じゃなくてたまたま殺害したうちの一人でこれがそれがどうして親ルだと分かったかというと。うん こ,これ、イスラエルの最大の失敗と国内では言われてるんだけどこのシンワルという人物は長いことイスラエルの獄中に,獄中にいたんです。捕虜交換で出たつまり DNA から指紋から全部の情報ははイスラエルは持ってるわけですよそれでたまたま現場で3人ぐらいを殺した兵士がイスラエルの兵士が「シンバルに似てるよねこいつ」って言ってだけど「ブービートラップ」っていう爆弾仕掛けられてると危ないからって言うんで遺体を持って帰るわけにいかないのでとりあえず DNA 鑑定で「指持って帰れ」って言って指切断して持って帰って鑑定したら本人だと分かったという。殺した後で 本人確認をしてみたらあれシンバルだねっていうので発表してまあいやイスラエルとしては本人を獄中に入れてアイデンティティ全部もう確保してる状況の中なんでこれに関して言うとハマスももう,もう認めざるを得ないということでハマスもまあ殺されたのは間違いなくシンバルだと。だけどまあ冒頭申し上げたようにある意味絶対 絶対にこいつだけが捕まえるって一年間追っかけてた人間を今回まあイスラエルの立場からすると仕留めたっていう形になるわけでそろそろ歩行を収めるタイミングじゃないのと、うん、でこれはねアメリカの大統領選に影響してくるわけですよここへ来てトランプ対ハリスでハリスの勢いが落ちてきちゃってるなんで落ちてきちゃってるかっていうとまあ伝統的に民主党を支持していたパレスチナというかイス,ライスラム教徒の人たちがちょっとやっぱりアメリカが これを止められないようじゃ、ま、あの民主党支持できないって言ってこの票,票が最終的にキャ,スキャスティングボートを握る可能性ってものすごい僅差になってきてるから<ー>そうすると、まあ、最後の最後オクトバーサプライズで選挙の直前に今若干もしかすると劣勢じゃないかと言われてるハリス陣営が選挙情勢をひっくり返す最後の切り札はこれしかない,い今でブリンケと。 とにかく大統領選の直前に停戦してくれと、はい、それでこれは民主党現あの民主党政権の成果としてって言った瞬間に相当な票が動くから大統領選挙の直前にだからねここまで来てはイスラエルとしては矛を収めやすくなってるという状況もあるんだ最後の最後大統領選挙の直前にサプライズはあるかもしれないと。 そうなるとでもアメリカ大統領選の行方をネタニアフが握るということになりますね俺がネタニアフなら高く売るよ、はい、しかもネタニアフさんトランプさんとも仲いいですよねあら複雑ですね、えー、娘向こうのクシューナーさんとはもう結、はいまあの中だまあまあユダヤ人ですね,ねお家に泊まり行っちゃうような中だといや恐ろしい話でいやこれ の、うん、あ時間だはい。<laughs> <laughs> あえっ、ー、とじゃこの話はここまでで。はい。続いてまいりますか。はい、はい、こちらです。衆議院選挙をめぐり自民党が非公認候補の支部に活動費2000万円を支給。 自民党は衆議院選挙で非公認とした候補が代表を務める党支部に2000万円の活動費を支給ししていたたことが分かりました自民党の森山幹事長は昨日支給したこのお金について党の組織として党勢拡大のための活動をしていただきたいという趣旨で支給したと認めた上で候補者に支給したものではないとコメントしておりますまた自民党総裁の石破総理は今日政党支部に出しているのであって非公認候補に出しているのではない報道 にまことに息りを覚える報道偏った見方に負けるわけにはいかないと演説で述べたということです。なるほど。はい。まあご存知のようにというかご存知だろうと思いますけど、昨日の共産党の機関紙の赤旗が書いて、でメディアが追っかけてるというそういう状況です。そうですね。確かに。確かに。確かに。石破総理が言うように。 候補者本人に出してるんじゃなくて、はい、政党支部にお金は出してます、うんうん、たまたま今回公認しなかった人間がそのまま政党支部に、えー、い,いるケースもないではないところがですね、まあ、まあ大きな声でこのタイミングで言うのもいかがなものかとは思いますけども。うん 小選挙区における政党支部というのは小選挙区ごごとに存在すするのでございますよ実質的にその小選挙区における公認候補のお財布として政党支部が使われているという実態は否めないのでございますねだからまそうあのそうだから石破さんが言ってることは嘘ではない、はい、嘘ではないが。が、うん 嘘ではないがそうではないがてんてんてん非合法でもないこれは合法なんですがこややこしい時にこんなことをあ、さっきの話に戻ろうかいやいやどうしないんですかいやいやだからねアメリカ大統領選も近いよねいやもう本当日米ともに選挙ね まさにでしかも両方ともなんというかトスアップなんて言い方をしますけどどっちにこれか分からないっていう今、うん、え状況、情勢。う あと一分そのまま喋っといてくれるおっとさあそんなですね10月の27日にいよいよ投開票が行われるわけでございますが沖の日本放送では晩泉に逃げたぞ晩泉に私飯田その手使うかそうですよもうもうここでたっぷりと晩泉が一番当たり障りはないな確かにな事実どうもお伝えしますからねあのただねこの日あの日本シリーズの中継がございます DNA とソフトバンクの試合日本シリーズ第2戦の中継がありますのでこちらも注目ですよ 実はですね日本シリーズを並行してユ、えーチューブでこの開票速報7時半からまずは立ち上がってですねで、えー、地上波日本放送は日本シリーズの中継が終わって決着がついた次第、えー、日本シリーズって雨はないの、はい えっと、よくいいところに気づきましたね、ねあのね d n a の主催試合で横浜スタジアムなんで屋根ないんですよ、はい、だから雨が降った場合には、えー、私、えーえー、よきところでご登場させていただきますので。時時半とか8時とかか天気予報は <laughs> あんまり良くないです おそう微妙な感じでねま,ここまた微妙でねここ、はい、降水確率が確か50%ぐらいかなまた微妙ね微妙なとこなんです <laughs> とにかく日本放送で楽しんでいただければど、はい、っちでも楽しみだうそうそうそう野球も選挙もすべては管理職うまいところに落とし込みましたね本 <laughs> 放送にお任せください放送 <laughs>、ねね、事故起こさないようにと <laughs> <laughs> いいお時間になりましたよ安全運転安全、はいはい、第一 <laughs> ズームオンでした ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県流山市,や流山市横口さんからのリクエスト石田亜美ブルーライト横浜。 ありがとうございましたリクエストどうもありがとうございましたこのスタジオが飯田くんの歌ではい <laughs> 新橋のスナックになっていいですねやっぱり、ね、さあ、ね、今週は辛坊さんの最新刊この国は歪んだニュースに溢れている3<っ>政治と金の間に潜むもの3位入りでプレゼントしていますが今日の当選者の発表お願いします、はい、練馬区の那代さん千葉県阿鼻子市の阿鼻木さん足立区の栃木さん千葉市県の市川市の還暦大 だけど気持ちは乙女さん、うん、埼玉県深谷市ピータピタさんの五人の皆さんですおめでとうございます 木曜日だけのスペシャルプレゼント飯田、はい、コージアナウンサーの最新刊わかりやすさを疑い、はい、こちらも3入りです当選者お願いしますはい、えー、千葉富里市の2歳のパパさん、えー、板橋区朝次郎さん江東区秀六さん神奈川厚木市なめこの味噌汁さんそして、えー、藤沢市んが文次郎さんご当選おめでとうございますそしてお聞きの日本放送この後4時45分からはショーアップナイタースペシャルラジオ独占2024プロ野球ドラフト会議を お送りいたします。はい、アマチュア野球に精通しているライターの菊池隆弘さんと日本放送煙山光則アナウンサーのコンビでお送りします。はいそして はい、えー、その後八8時からなんですけれども、えー、清水ミチコのミッチャインポッシブル日本シリーズ直前ナンバーワン大作戦は私もお手伝いでございますで朝明日朝6時から OK 工事アップはジョセフ・クラフトさん片岡五郎さんのダブルコメンテーターですこちらもぜひお聞きくださいはいその後八8時からは私も出ます新風亭一之輔あなたとハッピー明日黒木ひとみさん生登場ですスタジオの横で倉木さんがパスタを作ってくれる、うん、ということですのでお楽しみに。さ、はいへ、うん、そうなんですで 9月27日<い>日曜日ははいショーアップナイタースペシャル日本シリーズ中継終了後 OK 工事アップ総選挙開票スペシャル深夜1時までお送りいたします、えー、夜7時半からは YouTube 配信もあります8時の開票とともねモノマネもできるようになるということであります政治的公平性に配慮して今週モノマネ封印でございましたからはい ファンの皆さん今のさ<何>今の何来週月曜日のズームは青山和弘さんをお招きいたします。さん終わっちゃいまますよあここまでで辛と田司した,でした